タイトルにもある通りですけども、えー、日刊スポーツさんの記事ですね。えー、元 NGT 加藤みなみが新人モデル賞人生を転機にということで、えー、2月4日の記事になりますけどね。はい。えー、先月末に NGT48 を、えー、卒業した加藤みなみ22歳が Weibo アカウントフェスティバル in 東京2020で新人モデル賞を受賞し、4日都内で行われた、えー、受賞式に出席したということで、えー、この日が卒業後初の 公約の場でグレーのワンピース姿でレッドカーペットを歩いた。トロフィーを手に今日は輝かしい賞をいただきありがとうございます。本当に嬉しくて嬉しくて言葉に表せません。人生の転機になりました。これからウェイボーブを使って日本と中国の若者の架け橋になれるように頑張りたい。少しでもコロナが落ち着いたら中国にも遊びに行かせていただきたいと思いますと話した。ということで。 え、前日3日にはインスタグラムで、この日の出演をファンに報告。私自身卒業後初のお仕事ということで、とても緊張していますが、頑張りますと綴っていた。えー、加藤は19年2月に Weibo のアカウントを開設しているということでございます。はい。本当に急だったんですけど、一気に来ましたね。いろんな仕事が立て続けにという感じでしたけども。まあ、それでなんですけども、えー、加藤みんな今回を機にですが、えー、まず公式サイトを開設したということで、 えー、グッズ販売ですね。えー、カレンダー、あとは、ポストカード、生写真、卒業証書ということで、一気にね、グッズが販売されるということで、これもなんか限定ということでね、あとは、えー、直筆サインが入ってる、みたいなのもありましたけどそして、えー、ファンクラブが開設されるということで、えー、生配信だったり、あとは、お話し会もやるっていう話でしたよね。あとは、えー、モバメ、え、モバイルメールなんかもやるということでね。はい。えー、南加藤オフィシャルファンクラブ。 ということで。毎月600円会員登録するっていう話ですけどね。ファンクラブでは何ができるのかっていうのはまだこれからですけども、おそらくそのさっき話したところですよね。あの動画配信だったりとか、あとはモバメなんかもやるみたいな話が出てたので、そういうところをやっていくのかなというふうに思いますけどね。で、前回 YouTube 解説の話が出てきた時に YouTube で生配信してましたけども、その中では えー、コスメのプロデュースをしたいとかね。えー、そんな話もしてましたね。で、あとは、みんなでこう、叶わなかったモデルを目指していきたいみたいな話もしてましたね。そして、えー、新たに TikTok も開設すると。で、中、えー、中国に続いて、え、タイのね、えー、SNS 開始ということで、Facebook で公式ファンクラブみたいな感じで、えー、活動していくということでね。めちゃめちゃ一気に、 え、活動がわってなりましたけど。なんか、ファンとしては嬉しいのかなっていうふうにありつつも、自分はちょっとね、戸惑ってしまいましたけどね。卒業後で一気にこんな感じで来るのか、みたいな感じになってしまいましたけども。え、新しい動画が YouTube の方でアップされましたけども、え、そちらにはね、え、それこそ、卒業公演の前日に撮った動画、あとは、え、卒業終わってから家に帰ってきての、え、様子ということで、 カトミナの家族も、えー、出てましたよね。声の出演ではありましたけども。まあなんか、そんな感じで。まあ今後もああいう感じの動画も撮りつつになってくるのかなっていうふうに思いますけどね。かなり情報型ですいや、本当にそうなんですよ。結構前から準備してきたんでしょう。いや、多分そうなんでしょうねっていうところですよね。いや、なんかね、あの、それこそ世界のカトミナになりたいみたいな話をしてたので、本当に日本をこう、 飛び出してねで、結構多分、あの、顔立ち的にも海外受けするだろうなっていう感じだと個人的には思ってるので、なんか海外の方がこう人気出そうだなっていうふうには自分も思うんですけどね。え、おそらく所属事務所であろうここっていう話ですけど、 あの、加藤さん的にはフリーで、みたいな話も出てたので、どこまでが本当でどこまでが、みたいなのよくわかんないんですけどね。で、ここ、あの、公式ホームページっぽいんですけど、自分見た感じ何も持ってなくて、で、ちょっと前だとなんか、あの、所属タレントのところに、ね、あの、エージェント契約タレントみたいなところでなんか、いろんなタレントさんが、 乗ってた、みたいな話もしたん、見たんですけど、今は何もない、まっさらな状態という感じなんですけどね。はい。なので、まあその辺も今後、公に発表があるのかどうか。まあなんか、しれっと、しれっとっていう感じなのかなっていうふうに思いますけどね。はい。まあなんか今村さんが噛んでるとか噛んでないとかっていう話も出てましたけど、まあ西もどっかしらに所属はしないと、ここまで活動ってなるとなかなか大変だと思うんで、ね、そういった意味では海外展開に向けて、 所属しなきゃいけないのかなっていうふうに思いますけどね。はい。エージェント契約なのか。そういうことでしょうね。おそらく。まあフリーっていうことなので。エージェント契約で、まあなんか、契約してやっていくっていう感じになっていくのかな。うん。